艦隊コレクション、艦コレ。提督が鎮守府に着任しました。これより艦隊の指揮を取ります。提督、機関大淀、お供いたします。前線艦隊指揮はどうぞお任せください。やっと作戦完了で艦隊帰投か。遅えな。ちゃっちゃとやれよ。提督、大淀をいつも大事にしてくださって本当にありがとうございます。私ずっと見ていたんですよ。気づいていました？提督、その通信方法はどうなんでしょう。暗号ですか？そうなのですか？空母Q さん、こんばんは、お疲れ様です。あかり、よし。水中探信儀、よし。大淀、装備は万全です。北方海域及び近海サンマリオ支援艦隊、抜病準備、完了しました。はい、こんにちは、多聞丸のカンコレ、多聞丸です。今日も、元気にカンコレ、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。空母Qさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いしますね。サンマリオンがね。招き猫さん、こんばんは。だいぶ、時間をかけて、まあ、前段作戦いただいているわけなんですけども、いよいよね、来週の、19日金曜日の、まあ、11時から始まるアップデート、まあ、それが完了しますと交談作戦が始まるということが、昨日の艦隊コレクションの運営ツイッターさんの方からね、案内がありましたね。招き猫さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いしますね。で、あるわけなんですけども、今日は、拡張6推薦、まあ、最前線へ、こちらの任務をやっていきます。まあ、全部で4海域を攻略ということになるので、ちょっと時間がかかるとは思いますけども、お付き合いいただけると嬉しいです。それでは早速、攻略していきましょう。空母Qさん、招き猫さん、こんばんは。最初の、5の1に出演します。メンバーはこの6名になっております。装備はね、こんな風にしました。サンマリオ用装備。カツオ節さん、こんばんはです。これもよし、よし、満載。ここは私が頑張るところ。今年もやるわ。夕張出撃します。今年もやるわ、夕張出撃しますですね。かつお節さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いしますね。よろしく、一緒に頑張りましょうね。姉様、さすがです。空母Qさん、カツオ節さん、こんばんは。提督さん、カツオ節さん、不走姉妹頑張れ。今日はね、
航空戦艦の力見せてもらいましょう。そうだね。北海道沖の新サンマはとても素晴らしいよ。身の厚さが全然違うね。僕も鰹節さん、空母級さん、こんばんは。頑張るよカルル。おい、夕立ちはまだ、あれだね、ハロウィン状態なんだけども、頑張ってきてね。はい、という6名で出演します。カツオ節さん、山城さん、ハフソウ姉様推し。ここに兵装まだ乗りそうよね。うん、一応任務の方はこちらで、チェックね、ちゃんと入ってますので、大丈夫です、はい、一応確認ですね。さあ来た、サンマ漁の季節。よし頑張ろう。アカシ、サンマ漁用のいい装備がっつり持ってきて。よしよし行きましょう。そうですね、フソウ、山城、この姉妹はね、うん、やはり強い絆で結ばれていますね。軽巡夕張出撃。ちょっと待って、うん、あと1週間もすればね、また、激戦が控えていますこの時期ですけども、まあ、今月はクォータリーランカーをね目指してやっていますので、この戦果もね、まあ、重要な、まあ、ポイントとなります。まあ、今のボーダーラインを見たところ、まあ、500以内に入るのは、まあ、もう大丈夫かなと思うんですけど、まあ、そこから先のね100位以上になろうとするとね、まあポイントが高いのなのとある程度生活をね、持っていかないとね、到底届かないなぁと、まあ、いつも思うんですけどもね。そんなの欲しいけど。白露型駆逐艦1番艦、白露です。はい、1番艦です。なので、あまりね、そこら辺は無理しないように、攻略していきたいし、やっぱりイベント海域はね、まあ、小規模ということなんですけど、やはりねマップの数じゃないですからね。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。まあ、どれだけゲージがあるか、まあ、そこが重要なので。カツオ節さん、ランカー地獄や。でもね、たまにやってみるのもいいですよ。モチベーションがね、やはり変わってくるので、確かに地獄ではありますね。まあ、皆さんも来週のね、砲弾作戦を待ち望んでいるとは思いますけども、準備の方はね。まあ、じっくり、しておきたいですね。いろいろ試してみてもいいかしら。まあ、このあと、少しだけね、まあ、砲弾作戦に向けて、まあ、どういった装備が必要になるのか、また、まあ、私の、まあ、考えをね少し、述べさせてもらおうかなと思っていますので、
もしねそこで、ご意見などありましたら、まあ、コメントねいただけると大変参考になりますので、ぜひねよろしくお願いしますね。と言ってる間に、まあ、最初の海域、ボスマスまで、無事に到達できましたね。今回は4海域すべて S 勝利取らなくちゃいけないんで、A 勝利ではダメなんですよね。そこだけは間違わないようにしていきたいですね。ここは譲れない。あー、いけません、いけません。これ以上はいけないですよ。まずどれからどうかな。この攻撃はよりどりみどりカルルラ。もう負けないから。どうこの攻撃は。まだこんなんじゃ沈まない。伊勢ヒューガには負けたくないの。ここはもう不走姉妹の火力にね期待。ユラもう負けないから。しないとね S 勝利取れないからね。おすごい死ぬね。大破したも相手の駆逐艦を落としてくれる。さすがだね。さあ野戦だ、野戦野戦。後で感想たっぷり聞かせてね。伊勢ヒューガには負けたくないのね。伊勢ヒューガには負けたくないですよね。手法の火力だけは自慢なの。防御力と速力そんなの。ただねこの第5回帰では3ま取れないんだよな。不走型超度級戦艦姉の不走です。妹の山城ともどもよろしくお願いいたします。そして、不走お姉様がまた現れるという感じの第1回帰ですね。ふう、まずは攻略できてよかったよかった。天ぷらそばって美味しい。まあ被害の方はねそれほどではなかったんでよかったとしましょう。この分は整理や修理も大切よね。かすり傷程度よ、心配いらないわ。結構兵装はデリケートなの。丁寧にね。私だいたいドックにいますよね。おう、もらっとくぜ。最初に、まあ、述べました通り今月ね、まあ、ランカー目指してるということなので、まあ、今の、まあ、順位の方をちょっとお見せしようかなと思います。情報？提督、見せて見せて。現在の順位は219位。まあ、戦艦の方は2547となっていますね。まあ、現在500位の方の戦艦が1524ですので、まあ、約、まあ、1000近くね、まあ、差があるので多分最終的なボーダーは多分3400いくかいかないかじゃないかなと思ってはいるんですけど、まあ500以内は、まあ、今日の戦果を入れてあとは少しずつ地道に増やしていけば問題ないと思います。でもねここから上に行こうとするとね、まあ、この100位の人が、まあ、3320というね数字ですでに800も差をつけられていますので、多分この差を縮めることはほぼ不可能だと思うんですよね。あと1000足りないと最終的なボーダーはここら辺になってくると4000を超えてくるのは間違いないので、まあ無理なので、ここは目指しません。でも500以内は
いけそうなのでね、頑張りたいですね。あとはこういったコメント欄見ると面白いですよね。最近のカンコレ難しすぎとかね、サンマ祭りだとかね、高尾一筋26年とかね、まあいろいろコメントもね、重要な個性を出すとこなので、皆さんもこれはというコメントがあればね、載せておくとコメント賞っていうのもね、一応かつお節さん、戦火砲をぶっ破してきますものね。そうなんですよね、戦火砲をぶっ破されると1000ぐらいね、一気に詰められるので、まあ最後まで正直わからない時がありますけど、まあなので1000ぐらい差をつけとくと間違いないというところなんですよね。まあ、これがランカーにある攻略法、うん、まさに、物理で解決するというね、そういったことになります。それでね、今回のイベントなんですけども、まあ、敵潜水艦の脅威、まあ、さらに敵機動部隊艦載機の空襲と対峙するというふうに案内が来ています。まあ、対潜水艦戦に関しては、まあ、ソナーの強化、まあ、これは当然だとして、まあ、あとは爆雷のシナジー効果で、まあ、対抗すると。でここで来て機動部隊のね、艦載機と対峙するというコメントが来ちゃったので、ここの準備をねしておかないといけないんですけども、とは言ってもね、艦船に関してはあんまり強化しても効果がねあまり実感できないというか、強化できないという事情もありますから、まあ、他の部分で補っていくしかないんですよね。まあ、具体的な例でいくと、まあ、基地航空隊のまあ、制空権ですよね、まあ、これを強化して本体のね航空戦力をどれだけまあカバーしてあげられるかといったところじゃないのかなと思います。まあ、私もまあそれなりの装備は持ってはいますけども、まあどんなに強力なね能力があっても航続距離が足りないとその進化が発揮できないわけなので、この一式船はやぶさ3型砲であればね、まあ航続距離も6というとね、まあ、このゲーム内でいくと、まあ、長距離になるんじゃないのかなと思いますけども、まあ、基地航空隊の、まあ、制空権争いには非常に有効じゃないかなと思っています。一応この2つは持っていますね、私の方では。はい、そして、最近まではね、ちょっと活躍があんまりできなかったんですけど、こちらの、爆走一式船はやぶさ3型砲ですね、こちらは陸上攻撃機というカテゴリーにはなってますけども、まあ、対空もね非常に高い数字を持って
います。まあ、さらにはこの子がね、回収することで、まあ、制空値をね上げることができるわけなので。イデヤさん、こんばんは。遅れました。かなりね、今度の戦いは制空権を取るのが非常に厳しい戦いになるんじゃないかと予想してるので、まあ、やれるところはやっておきたいなと思っています。なのでこの子の回収は今最優先でやりたいんですけども、素材のね水性が今枯渇しててちょっと滞ってたりもしてますけど、まだ1週間あるので、うん、強化の方はね、していければなと思います。あ、イデヤさんこんばんはです。カツオ節さん、よろしくお願いします。こんばんは。それでは次はね、5の4に行きたいと思います。編成はこのままで、艦隊名だけねちょっと変えまして、5の4艦隊と。さあ行ってみましょう。空母Qさん、イデヤさん、こんばんは。招き猫さん、マルチロール木の先駆け。そうですね。イデヤさん、どうもです。本当に登場した時は、本当活躍を期待されていたんですけどもね、なかなか、まあ、石切陸港がね、強くて、まあ、先ほどのね、ハヤブサ、も活躍してましたので。でも最近のアップデートでね、射撃回避能力が追加されたこと、そして小型深海生艦に対しての攻撃力が上昇したといった要素が加わったこと、そして先ほどの制空権争いにも貢献できるといったこと、まあ、そういった要素がね、価値を一気に引き上げることになりました。そしてさらにね、回収することがねできることで、カツオ節さん、招き猫さん、こんばんはです。できるようになったことでね、私も参考にしてるカンコレプレイヤーの人ですと、このハイブサをねもう回収し終わってる人もいれば、まあ、回収の方6までね上げていて、まあ、そっから先は様子見かなっていうふうにしてたので、まあ、私もそれに倣ってまず6まではね上げようかと思ってやっていたんですけど、作戦終了。艦隊が帰投しました。あ、すいません。最初のマスでね。天ぷらそばって美味しい。うん、撤退をしてしまうというねことになっちゃいましたね。かけてるかな。この分はきっと取り返すから。うん、仕方ないね。私だいたいどっく、さあ来た。サンマ漁の季節。よーし、頑張ろう。あたし。サンマ漁用のいい装備がっつり持ってきて。よーし。はい、最初のマスで撤退しちゃうとね、疲労が本当に全然回復してない状態なんで、この場合はサンマ漁に行ってちょっと第二航空センター疲労回復を待ちましょう。出撃します。
の塩焼きのいい匂い。そっか、チンジュフサンマ祭り作戦計画、前段作戦、サンマ祭りも第一作戦会議やっちゃおうかな。作戦予です。艦隊出撃、徹底的に叩きましょう。作敵も怠りなく。突然始まるサンマ漁、仕方ないね。どうよ。二光線攻撃隊発艦。矢作、突撃する。風雲が見せてあげるから。矢作、砲を左へ突撃する。撃ち方始めて。わー、 こっちもか。本気の値止めらんないよ。そうだるよね。これだから潜水艦はね、油断してはいけない。砲を左舷敵艦に指向。撃ち方始めて。え、私、この風雲の戦果が。そう、カツオ節さん、前イベでスピファゴの回収マックスをシーファイアに機種転換したけど、また作った方がいいかな。あ、そうですね。カツオ節さん、まだ中波。たとえ最後の一貫になっても叩いてみせます。まあ航続距離の関係なんかもあって。中波提督さん、初見です、こんばんは。あまりね、まあ、手火力やるよりは、まあ、集中的にね、あの陸戦の回収できるものはしていった方がいいと思います。あ、初見さんいらっしゃい。多聞丸のカンコレ多聞丸です。ゆっくりしていってね。長波提督さんということは長波嫁の提督さんかな。第一機動艦隊第二航空戦隊の栄光揺るぎません。カツオ節さん、長波提督さん、こんばんは。あ、そうか、大弓ちゃんが私が菊月だ。共に行こう。ちゃんと調教されてないから読み方がね、ちょっとおかしくなってますね。長波提督さん、はい。どうよ。そうですよね、ちょっと棒読みちゃんの二光線攻撃隊発艦。辞書登録で二光線攻撃隊発艦。上波、ああダメージが。やだ、誘爆しないで。で、発音を。空母九三、上波提督さん、こんばんは。すいませんね、ちょっとこれでいい、治るかな。長波新規追加。これで、多聞丸のカンコレさん、長波さん、治ってないな。カツオ節さん、まだ大丈夫。これで置き換え、置き換えそうですね、戦闘の方はまだ大丈夫ですね。
正規表現ここからは単純人でいきます。ダモン丸のカンコレさん、ジョウハさん。ああ、まだ変わらない。これどうすんの？どうすればいいのかな？優先。二光線、攻撃隊、発艦。単語で。敵を見つけて。敵を見つく。艦隊、増速。そろそろ反撃よ。用意。全艦載機、発進くわ。そっか。そうなるよね。よし。長波。友永隊、頼んだわよ。やるじゃない。お返しよ。へえ。やはり突撃する。この浅島にかかってこい。よし。もっと友永隊、もっとだ。頼んだわよ。来いよ。対空見張りも元としてよろしくね。ダモン丸のカンコレさん、長波提督。うん。これでオッケーですね。と言ってる間に戦闘はセーフ。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた。ね。モツキです。張り切ってまいりましょう。張り切ってまいりましょう。良いぞ、良いぞ。長波提督さん、お手数をおかけします。皆さんこんばんは。ありがとう。ございます。いやー、カツオ節さん、アサシモちゃんを狙わないでー。ねー、なかなかね、大由美ちゃんがねちゃんと動いてくれないというか、私もあんまりいじってないんでね、ちょこちょこ直せるところは直していきます。ないんだけど。仕方ないねー。そういえば今、カンコレアーケードもね、まあ、絶賛稼働中なんですけど、どこちゃんね、 3D モデルの子に会える。会えるんだよな、今だったら。まあ、今はちょっとね、アーケードの方はやってないんですけど、いずれまたやってみたい。だってもうブラウザーの方で手がいっぱいなんだもんね。別にあの夜の海に比べればこんなものはね、大したことないから。まあきっと、まあ後半でもね出てくると思うんですよね、どこちゃんね。しかもパワーアップして出てきそうな気がして怖いんだよな。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた。それにしても今度のイベントの海域というのはね、このまま北海道を、あ、ゲロ型駆逐艦8番艦雪風です。どうぞよろしくお願いします。レア艦が出てしまうとは。今日は運を使い果たしたな、雪風。よし、艦隊が起動しました。 MI 作戦の次はまだ早いですね。うん、 MI 作戦懐かしいな。補給ありがたいです。これでまた出撃可能です。 ね、あの当時はね、まあ、事前情報なんて、あー、もうこんなんじゃ戦えない。少しお風呂に入ったら一応あったんですけど、まさかねクリアした後にちょっとやられちまったな、まあ、反撃をされるというね、まあ、そんなシチュエーションでしたけど、まあ、お札の関係でね
まあ、出れる出れない子がね多数存在して大変でしたね。カツオ節さん、雪風です。やりましたね。長波提徳さん、本家ができない環境なのでアーケードで遊具も型提徳やってます。雑魚なりに。あ、アーケードの方やってらっしゃるんですね。それは、うん、あちらの方はね、自分で戦闘をねしないといけない関係で、かなりね、あの集中力とか使いますよね。まあ、もちろんね、本家のカンコレの場合は同じですね、うん、その海域に出撃する前にもうどういう戦いをするかというのを決めて、まあ、それでいざ戦いに赴くところはね全く一緒ですからね。軽巡夕張出撃。ちょっと待って。でもね、アーケードの場合はカードがね、枚数を重ねれば、まあ、パワーアップするというね仕様があるんで、また本家とはね違う戦い方ができて面白いですよね。最初の戦闘で、さあいろいろ試してみてもいいかしら。うん、今回は大丈夫そうね。姉様に戦っているのかしら。山城大丈夫、どれかよ。どうかな、ここは譲れない。緑カルルね、一度ね、まあ、大破して進軍できなくても、まあ、それはそれということで。手法の火力だけは自慢なの。え、防御力と速力、そんなの。帰ればまた来られるという精神でね、やっていきたいですね。張り切って参りましょう。ね、そして今はね、イベント期間中なので、この第六陣形、警戒陣様が、この野戦で活躍をする、非常に頼もしいですね。夜は、また別の顔なんだから。後で感想、たっぷり聞かせてね。伊勢、ヒューガには、負けたくないの。あ、でもダメだったね。残念。姉様も戦っているのかしら。今回も途中で撤退だな。でも一歩ね先に進んだので OK ですね。よし、帰ればまた来られる。はい、帰りましょう。作戦終了、艦隊が帰投しました。はあ、天ぷらそばって美味しい。ちょうどユラにねダメージ入ってたんで危ないかなと思ったんですけど。さあ来た、サンマ漁の季節。よーし頑張ろう。カツオ節さん、ユラさん、サンマ漁用のいい装備、ここはちょっと考えていかないといけないな。
第四水雷戦隊総型戦艦戦艦不走出撃いたします。うん、まあこういった時はね、気分を変えて隊列を変えるというね、涙ぐましい対策をしていきます。またちょっと時間がかかりそうなんで、航空母艦追放発病しちゃいます。提督、秋ですね。卵焼きもいいけど焼き芋もいいですよね。焼き芋焼いちゃう焼き芋焼いちゃうということで、ロモ作戦を開始やるためによくね、こういった任務の間には航空母艦追放発病しちゃいます、輸送船を叩いてたりします。走り海峡でね、攻略すると、まあ、1回の戦闘だけなんですけどもね、必ず輸送船と戦いますので、うん、まあ、おすすめとは言わないんですけどもね、ご参考まで。さあやるわよ、攻撃隊発艦。やるときはやるのです。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ随時発進してください。空母だってね、活躍できるんだよね。白露型駆逐艦夕立よ、夕立、よろしくね。よろしく。なんとかなった。はい、終了。艦隊が帰投しました。みんな無事、ありがとう。後でお返しに卵焼き焼いてあげるね。卵焼き食べる。よーし、多分もう一回行かないといけないね。神経罰病します。皆さんよろしくお願いします。よし、じゃあちょっと時間があるので、まあ、前回ねやってたこの潜水艦作戦をちょっとやってみます。潜水母艦神経罰病します。皆さんよろしくお願いします。一応ねこの海域でもサンマ取れるんですけど、取れるところがねこのケイマスとかJマスとかねアイマスとかっていうので、一番最後まで行かないと取れない上に道中が厳しいということで、あんまり釣り場としては安定しないんですけど、あれは敵、皆さん気をつけて。まあいろいろな、お願いします。まあ、釣り場で楽しむのも今回のイベントの楽しみ方かなと思います。お、今回は輸送船ですね。一番いい編成を引いた。けど人気人なんでちょっと爆雷怖いよ。怖い。おお、かわした。危ない。二水船突撃します。各艦隊艦隊陣形確認よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。長波提督さん、いやーアーケード派金食います。遊具もが対空勢に軽自動車1台分発買ってます。そうなんですよね、アーケードはね、アーケードはね、でもね、まあ、それに見合っただけの、まあ、価値があると、まあ、私は思います。何よりね、
カードがね、実物で持つことができますので、まあ、これはね、まあ、お金では、まあ、買えなくはないかもしれないけれども、カスオブシさん、マジですか？お願いします。とてもね、貴重なものなので大切にしたいですね。私もアーケード、まあ、今はちょっとやってないんですけど、まあ、自分の嫁館のね、飛竜買いにのカードは持っています。そこまではやってたんですけどもね。残念ね、捕捉済みよ、撃て。多分今やってもそれなりに戦うことはできるとは思うんですけど、うん、今はこの本家の方とこの配信の方にね、熱が入っているというのもあって、今の回線、ね、野代が一番活躍したので仕方ないね。まあ、アガノ型としては当然の。でもこれはボスまでいけそうだね。よかったですね。やはりね、何より大切なのは、まあ、自分の体ですよね。健康と、あれは時間ですね。まあ、今日も皆さんの、貴重なお時間をね、私の配信に来ていただいていることを大変嬉しく思います。うん、長波提督さん、長波カイル部151、朝日もカイル部121、夕部もカイル部120、清もカイル部110、巻部もカイル部100、林もカイル部98です。朝福さん、こんばんは。今月波ランカー狙いですか？朝福さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いしますね。今月はね、ちょっとクオータリーランカー頑張ってやろうと思っています。今は結構いい順位なのでね、多分大丈夫じゃないかなと思います。あ、そして長波提督さん、やはり結婚感ですね。レベルとても高い、とても高いですね。夜はこの格好では。そうか、今実装されてるのはその5名で艦隊ですね、組める感じですね。魚雷受けて、いい人間、参りまじくシオンがいただきますね。戦闘の方にちょっとあまり気を回してなかったんですけど、終わってみたら敗北ですね。うん、笑ってる場合じゃないな。でも仕方ないんだよな、ここな。なかなかね、一発で落ちてくれないんですよね、ここまで来ると。うん、残念、水揚げならず。あの子たちも喜びます。でもちゃんとボスまでね、到達できたので、よし。お風呂はいいよね。提督、少し体調が優れなくてごめんなさい。提督、むしろお恥ずかしい限り。お風呂にドボーン。よし、そろそろいいかな。ごめんなさい、しずき出撃よ。やだ、私が一番遅いって。そうですね、来週の、イベントに必要な装備というとこなんですけども、敵機動部隊の艦載機の空襲ということなので、
まあ、騎士航空隊の話はさっきしてたんですけども、まあ、それを、まあ、かいくぐっていかなければいけないとなると、やはり必要になってくるのは、まあ、カンムスたちの対空能力を高めていくことが必要になります。まあ、一番、まあ、手っ取り早いのはね、やはりこの25ミリ、三連装機銃、まあ、簡単にね、まあ、手に入る、まあ、機銃の中でも、まあ、高い性能を誇っている上に、あの回収がね非常にしやすい装備となっております。なので一応私もこの機銃2つほどマックス作っているので、まあ、野戦になりそうな海域でも、まあ、大抵空襲マスがねあったりするんで、うん、まあ、スロットの方にね装備させておくとね、まあ固定で撃墜数が最低保証っていうのがあるので、ある程度はね被害を軽減することができます。まあ、上位のものになればね、まあやっぱりいいものはいいとは思うんですけど、長波提督さん、先ほどお手数をおかけしてしまったのでチャンネル登録させていただきました。あ、長波提督さん、いや、チャンネル登録ありがとうございます。まあ、特に有益な情報をお出しできるように心がけていきたいと思いますので、温かい目で、今後ご期待くださいということでね、まあ、あんまり、他のね提督さんほど、まあ、ガリガリ攻略できるようなタイプじゃないんですけども、一応形だけでもね最終海域の、まあ、最終ボス、そこまではたどり着けるだけの力はありますので、そこら辺はねご期待していただいてもいいと思います。はい、サンマ両用装備、あれはさあ、よし、で今回の攻略海域にもう一回行きましょうね。ここは私が頑張るところ、今年もやるわ。夕張出撃します。先ほどは野戦マスだまで行けたんで、出撃、今度は野戦マスのもう一つ先に行けるようにね期待をしたいですね。そうですね、あとは皆さんからね、もしねこういった装備回収したらいいんじゃないかななんていうのがもしありましたら教えていただけるとね、私も頑張って回収したいと思いますので、もしそういったものありましたらコメントいただけると嬉しいですね。改装されたユラ、甘く見ないで。提督さん、行きますね。前回のイベントは、まあ、海外艦、まあそもそも海外の戦いだったんで、活躍したのは本当にねアークロイヤル、ウォースファイト、スマルクもね、イタリアのイタリア、ローマ、アブリッツィに、うん、ガリバリティにね、みんな、活躍してくれましたからね。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。アキューラのことも忘れてはいないです。はい、グラーフ・ツェッペリンはちょっと活躍させてあげられなかったからな。夜は
た別の顔なんだから。まあ、それ以外の子は全員出撃したからね、ほんとね。後で感想たっぷり聞かせてね。ん、あ、いけないいけない、くんなくんなくんな、よし、かわした。ユラ、もう負けないから。これが、ね、これが警戒陣の力。ガル、ガルル、警戒陣の力力だ。こんなんじゃ、さっきは一発だったけどね。あ、しまった、警戒陣にしてないダメだダメだな、これは私の采配ミスだな。単獣陣を選んでました、申し訳ない。私がきっちりチェックするからね。足が遅いって、しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。よくね、かわしてくれたよ、ユラさん、ありがとう。カツオ節さん、ナイス回避。まったく提督がこんな手たらくなんでね、いつも苦労させてしまいますね。うん、今しめ、今度はちゃんと警戒陣を選びます。夜はまた別の顔なんだから。ここも野戦だけども、先ほどに比べればね、若干安心、若干ですが安心。安心とは、うん、ユラ、もう負けないから。残念だったね。2、あと2。ああ、ちゃんと攻撃をもらっていくスタイル。うわー、危ない危ない危ない。ああ、現場が大変なのにな、見ているこちらが動揺している、よくないな。夕立ちったら結構頑張ったっぽい。提督さん、褒めて褒めてね。え、今回は夕立ちがね、MVP でしたね。さて、あとは、ボス戦をやるだけだな。うん、データもバッチリね。ここはなかなかね、勝利取りづらいとこなんですけどもね。ガンムスたちを信じて、みんな頑張ってきてね。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。ユラ、もう負けないから。さて、対空戦は拮抗だな。よく狙って。まずは一つ、ユーガには負けたくないの。ガル、ガルル、ここは譲れない。これで二つ。ユーラ、もうどう負けないから。この攻撃は後で感想たっぷり聞かせてね。ユーラ、もう負けないから。残念だったね。ここでユラさんが大破か。でもここまで簡単に守ってくれてありがとう。あとは他のみんながやってくれる。うん、あと一人。夜はまた別の顔なんだから。ふう、ようやくね、やっぱりサーモン回帰は怖いとこだ。
3回目でしたけども、ようやく攻略ですね。私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって？しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。マイク音量大丈夫？チェック、チェック、ワン、ツー。よし、はじめまして、私霧島です。マイクチェック大丈夫だ。はい、作戦終了、艦隊が帰投しました。ふう、天ぷらそばって美味しい。天ぷらそば、整備や修理も大切よね。美味しそうだな。ありがとう、これでいけるね。私だいたいドックにいますよね。カツオ節さん、攻略おめです。まだ攻略おめ、ありがとうございます。まだ傷程度よ。まだ途上です。途上なんですよね。今の任務はここね、今 50% なので、あと2回機ねやります。空母Q さん、おめです。いやー、ありがとうございます。まだね、まだ半分なんですけども、ここから、あと2回機やっていきますので、よろしくお願いしますね。第一戦隊機関長門出る。戦艦陸奥抜秒出撃します。飛行艇母艦明智は抜秒するかも。じゃなかった、抜秒。機関戦闘、陸奥機の艦隊第30駆逐隊如月出撃します。はい、以上の6名の出撃となりますので、ちょっと装備の方がね、今から組み直します。ここは手法でいこうかな。14センチ連装砲回ね、こちらを装備させると攻撃力がね、もう爆上がりなんでね。新装備は私がきっちりチェックするからね。本当はね、この装備も回収してあげたいんだけど、ネジが足りない。ネジはいつも足りないですね。まあ交流もね、夕張が装備するとね、火力が上がるんで、ここで装備させます。どんどん乗せて、いい気持ち。そしてあとは、シャーマン、新装備は私がきっちりチェックするからね。あとは小さいのに積みすぎ。いいのいいの、ここは高速にする必要がないから、先ほど言ってたこの機銃、あ、3つ作ってたか。じゃあこれね、装備させましょうね。はい、データもバッチリね。20でここに、ちょっとね、空襲怖いんで、もうガジガジにしますね、ここはね。どんどん乗せて、いい気持ち。ナマトに関しては、こちらの、推定11型オツの熟練、ありがたい、これなら奴とも戦えるな。と、内科艇ですね。内科艇、あ、一つ下ろしてるのがあるな。内科艇、そうですね、いずれこの内科艇についてもね、
まあ、資料が用意できたので、この兵装は生む、さらに強くなるな、まあ、近いうちにね、ちょっとご紹介しようかなと思います。結構ね、内科帝のお話をすると結構面白いお話がねできそうだったので、ちょっとまたね今後やって やろうかなと思います。あとムツね、ムツにも内科帝を積もう、はい、こちらね。あら、いいのに、別に何も出ないわよ。あとはむしろから下ろすか、確かもう一つあったはず、またね、はい、うん、悪くはないわね。こちらそうですね、ありがとう。あとね、この今長門とムツに装備させてるこの降車装置ですね。これも、艦隊の防空にね、非常に有効な装備となっています。回収することでね、さらに能力が高まる有用な装備となっているので、回収は、まあ、ネジ、ちょっとだけね、かかりますけど、上げておくと、空襲マス、特に連合艦隊で出撃したときはね、その効果が発揮されるんじゃないかなと思いますので、参考までに、はい。で、今回の秋津島ちゃんはね、まあ今と、積んでるけど、今回は制空担当になってもらうので、推薦をね、積みます。一機だけでもね、うん。提督、錦大帝ちゃんは外しちゃダメかも。だからね、見つけたかも。よし、あとは、うん、ここはポンポン砲でいいね、はい、そして、ムツキの方にはロケランをね、積んどこうね。あとはやはりね、このポフォース、うん、積みます。空襲きついんでね。で、あとはキサラギには陸戦隊を積ませていきましょう。見て見て、この輝く肌泉でも完全に破壊する陸上の深海生還を粉々に破壊するこの威力でやっていきたい。うん、よし、じゃあここは集中配備どこにある？集中。あれは。こっちかな、こっちなのかな、あれもしかして詰めない、あ、これだったね。これ2つ作ってるんで、集中配備は2つ、そうか、集中配備2つ積んだ方、積まないと威力がね発揮されないんで、この場合は1つだけなので、まあ、ロケランの方が威力が高いというね、検証データが出てるのでロケランだけ積みます。うん、はい。さあ来た、サンマ漁の季節、よし頑張ろう。明石、サンマ漁用のいい装備がっつり持ってきて。よし、よし、あとは基地航空隊は
第一中隊、第一航空隊を使うので、第二、第三は退避。で、本来ですとね、立候を読んでもいいんですけど、結構ね、落とされるんで、で今回と、長無双もね、ちょっと今回使うことができないので、基地航空隊をどこに出すかが問題。から、やっぱり、でも今回 S 処理取らなくちゃいけないんで、オスマスに集中して出させて、どうしようかな。ここがちょっと優柔不断なとこだな。一部隊だけでも回しておきたい。で、攻撃力も上げておきたいので、もう一中隊ね、回そう。ちょっと熟練度が剥がれてるけど。で、あとは飛竜回そう。第二航空隊から飛竜を一つ回して、よし、これでいきます。まあ、前回のね、イベントからアップデートが入ってね、航空隊同士の中隊の変更ができるようになったの。これはかなりね、便利になりましたね。以前だと本当にもう、一回下ろしてまたつけるみたいな感じだったんで。よし。では、ピーコクと離島世紀に向けて、戦役していきましょう。軽巡夕張、出撃！かつお節さん、聞き投げるところ悩みますよね。なので、道中のシーマスと、そして、基地、航空隊は、ボスマスと、2カ所に分けて出撃させます。ここはね、あとは、カンムスたちを信じて、身をもっていきましょう。戦闘用意。いろいろ試してみてもいいかしら。全手法戦車てー、第三砲塔を敵に指向、逃がさないわ。この攻撃は、まあ、戦闘とは関係ありませんが、ムツさんのね、浴衣姿可愛いですね。可愛いという言い方はあれか、綺麗と言うべきでしょうね。全手法戦車、いずれはナナトにもね、浴衣モード来るんじゃないかと期待していたりもします。その時はやはり綺麗な姿で来るんだろうなと思ってたりします。連合艦隊機関を務めた栄光に比べればビビたるものだが、もらっても絶対美人さんだから綺麗になると思うんだよな。着物とかね、着てもらえれば。さあ、空襲マスね。空襲マスはもう必ず臨系人というね、これはもう決定事項と言って過言じゃないですね。さあ、いろいろ試してみても、警戒人でもいいかなと思ってた時期もありましたけど、突破率が全然違いますね。ルンガ沖の時にそれを痛感しました。よし、
招き猫さん、シーマスもきついくて大破出ますよね。そうなんですよね。新鋭艦に使う兵装、まあ、いつもですとね、シーマスは長靴砲でもう撃たれる前に撃っちゃうんですけど、今回は縛りが機関でね、夕張選ばないといけないんで、うん、まあ警戒陣も今回選べますけど、ここは単獣陣で、まあ、これには基地航空隊の攻撃力がね下がってしまう影響があるので単獣陣を選びます。招き猫さん、素敵なお姉さんって感じですね。そうですね、本当に素敵な綺麗なお姉さんですね。よし、先制パンチはまあまあ、いや十分だ。あとはかわしてくれることを祈るのみ。全主砲戦車、あと一発、よし。第三砲塔を敵に仕込む、あとで逃がさないわ。たっぷり撃たせてね。気泡も魚雷もあるんだよ。おお、殺意が高いな。おや、よし、ムツが2発とも受けてくれたので完封した。まずは最初の難関を乗り越えましたね、うん、連合艦隊機関を務めた栄光に比べればビビたるものだが、もらっておこうか。よし、あ、サミダレって言います。よろしくお願いします。サミダレ護衛作戦はお任せくださいですね。よし、そしてあとはこの空襲マスを乗り切れればさあ、いろいろ試してみてもいいかしら。そこでようやくスタートラインに立てる。敵艦隊発見したかも。艦隊戦闘用意。うん、どや、うん、ちょっともらっちゃったけどセーフ。よし、に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。よし、では離島正規と勝負ですね。ここは単獣陣で、みんな頑張ってきてね。うんうん、ここまで来ると、ここまで来ちゃった。あー、やはり恐れていたことが発覚。うん、まあ、こうやってね、立交隊でだけ出してあげると攻撃力は確かに上がるんだけど、被害が甚大になってしまうケースが多々ありますので、気をつけましょうね。勝利。街に待った艦隊決戦で胸が熱いな。よりどりなんだね。集積地に一番ダメージ出るキサラギがね、もう大破してしまったんで、戦局はかなり厳しいものになってしまいましたが、キサラギが楽にして解放したけど、まだ一つも落とせてないんだけど、やばいな。ああ、ナガトがここで大破してしまったんで、今回は厳しいかな。第三砲塔を敵に仕込む、逃がさないで。撃て、まだ厚化粧とか言うの、ほんと失礼かも。これは厳しいな。だから攻撃は
陸上だけなんでね、ちょっと残りすぎたな。いろいろ試してみてもいいかしら。4つだから多分 S は、うん、でもやってみよう。うん、夜はまた別の顔なんだから、後で感想たっぷり聞かせてね。集積地は燃やしたけど、あー、むっちゃんにダメージが入ってしまったんで、もう攻撃力が。カツオ節さん、予選でいけるか。いやー、ちょっと残りましたよね。夕張の攻撃が離島に入ってればまだワンチャンあったかもしれないんですけど、まあ仕方ないですね。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。でも、秋津島は連動上がったし、オッケー。しょうがないじゃない。よし。装備が重いんだもん。ケイジュン、タマです。出ましたね。タマの大量。かわいい。作戦終了。あ、艦隊が起動。艦隊が戻ったの？カツオ節さん、惜しい。やはり基地航空隊2部隊とも回さざるを得ないかな。まあ、いつも出してる遠征部隊帰ってきました。まず補給をしましょう。あら、ありがとうにゃ。いや、基地航空隊がねやられちゃったんでね、これはね。001 まさに乾杯ですね。これがあるんであまり陸攻4とかやりたくないんですよね。いやー困ったな、これちょっとまずいぞ、まずいぞこれは。こっちを回すことは回すんで、もう飛竜回す、ここはもう、よし、これで今回はね、次はボスに全部集中して出します。多分道中はなんとかなるだろうと。招き猫さん、惜しいですね。そこはね、いつもですとね、服が傷んでしまう、もうちょっと丁寧にお願いね。もうちょっとね、楽にいけるんですけど、体育制空をちょっと落とすかな。でも道中を突破するためにはナガトとムツの火力が必要。少しでも攻撃力が欲しいので、ちょっと休みたいのね。柿津島にも陸戦隊を配備します。あ、こんな装備もあるんだ、嬉しいかも。あとは手数の問題だからな、あまり後方に配置したくはないんだけども。戦艦ムツ、抜病、出撃します。第一戦隊、機関長と出る。あとは対空をどうにかしないといけないな。対空少し対空をなんとかしたいと思うので、降車装置と、あと機銃一つ下ろして、どんどん乗せて、対空兵装を上げて、いい気持ちいい。あとは艦隊防空能力を少し向上
させて、あ、そう、大型電弾積めないからダメか。じゃあここは SG レーダーに全てをかける。新装備は私がきっちりチェックするからね。さあ来た、サンマ漁の季節。よし頑張ろう。あたしサンマ漁用のいい装備がっつり持ってきて。よし、その代わり、装備をちょっと変え持ってこよう。霞からちょっと借りてきた戦車。おお、このみなぎるパワー、むつき感激、むつき感激。あとは、あとはこっちからも持ってきて。むつき負ける気がしないのね。あと一つ、馬刺しも使ってるから、あっと見出しから見て見て、この輝く肌。さあ来た、サンマ漁の季節。よし頑張ろう。あたしサンマ漁用のいい装備がっつり持ってきて。よーし、火力はこれ以上望めないと。よし、ではこれで行ってみよう。少しだけ攻撃力をね上げてみたので、多分ボスに到達できれば撃破できるはず。 OK、 基地国体 OK、 OK、 OK ね、はい、では出撃しましょう。やだ、私が一番遅いって。もうシーマスを裸で殴りに行くスタイルで行きます。待てよ、下にあったから警戒陣もありかな。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。到着してから考えます。シーマスに関してはまずは目の前の敵に集中。にね、音域が集中するものなので、ここまでは作戦通り。でも雷撃1本来ちゃうね。これはかわした。ムツキ夕張に行く雷撃をブロック。今のは危なかった。連合艦隊機関を務めた栄光に比べればビビたるものだが。はい、では進軍しましょう。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。ほんと失礼かも。よし、新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。はい、来ました、死にます。単純陣でいくか警戒陣でいくか。よし、ここは警戒陣で
ってみましょう、どうなるか。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かの。後で感想、みんなお願い。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。全手法戦車てー、よりどりみどりね。初段は時段も外れた。たっぷり聞かせて、ね、化粧とか言うの仕方ない。ほんと失礼かな。今キサラキが楽にしてあげる。どうこの攻撃は。ここ仕方ない子たち。時段よしかわした。最後もかわした。よし。第三砲塔を敵に仕掛け、全手法戦車撃て。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。なんとかね、警戒陣の力発揮しましたね。これはもう完全勝利。連合艦隊機関を務めた栄光に比べればビビたるものだが。でも気はまだ抜けない。空襲マス臨停陣で突破しましょう。試してみてもいいかしら。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かも。後で感想聞かせてね。あ、やられちゃったよ。今のムチキならこの程度。抜かれちゃいました。ねえ、こうなっちゃうとね。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。帰ればまた取られる。帰ろう。はい、作戦終了。艦隊が帰投しました。いや、今日の深海生還は手強い。私としたこと。サンマ両用装備。まあね、そこまでね、すべてかわしてきたんで。どんまいです。これもまたカンコレですね。ここは私が頑張るところ。今年もやるわ。さあ来た、サンマ両の季節。よし、頑張ろう。ちょっと5個がね、いっぱいになりそうなんで、ちょっとサンマ両用のいい装備、がっつり持ってきて。ここまでちょっとね、ちょっと開けます。はい、よいしょ。航空母艦随砲発病しちゃいます。お、ロゴもだいぶ進みましたね。ということで、ロゴ作戦継続。ちょっと時間をね、小沢艦隊の本当の力いただきます。見せてやりましょう。そう、小沢艦隊見せてやりましょう。もしかしたら次の作戦ではね、小沢艦隊が主力になるかもしれないし。さあ、やるわよ。攻撃隊発艦。数は少なくても精鋭だから。やるときはやるのです。第二次攻撃隊編成できる。じゃあ、ずっとにダメージが入ってしまうこともたまにあるんですよね。さあ、ミッドウェイの敵を取るわよ。ね、費用をね、活躍
させてあげたい、うん、ですね。どう？海藻空母だって甘くないでしょ。私たち結構やれるんだから。そして黒潮ですね。よろしゅうな。しました。みんな無事か。ありがとう。後でお返しに卵焼き焼いてあげるね。食べるよしという第二航空戦隊お約束をやったところで出撃します。もう一回ね、サンマ漁行ってきます。第一作戦海域艦隊出撃、徹底的に叩きましょう。これで戻ってくればまたちょうどいい感じになるはず。二光線攻撃隊発艦。このね、サンマのフィールド BGM もね、結構好きなんですよね。敵を侮らないで。敵味方始め。ね、今日の潜水艦は殺意が高いな。突撃する。これ反復攻撃もらうかな。お返しよ。ペー。この浅島にかかってこい。もっともっとだ。抑えてくれよ。よし、これで反復されることはない。やはぎ、突撃する。風雲が見せてあげるから。うん、どうしきれないけど。いいね。よし。ペー。よしよし。このヤハギが艦隊で一番なの？え？てててんててててんてててててん。二光線攻撃隊発艦。てんててんてんててんてん。たとえ最後の一貫になっても叩いてみせます。敵を見つけて艦隊早速対空ミハスゲットしてよろしくね。行くわ。第二次攻撃の用を認めます。急いで。そっか、そうなるよね。雲が見せてあげるから。砲を左舷敵艦に仕込。アガヌガトを軽巡と侮らないで。て。いいね。よし。第一機動艦隊、第二航空戦隊の栄光、揺るぎません。揺るぎません。暁よ、ね、一人前のレディーとして扱ってよね。特産型ですね。暁どうよ。サンマのイベントもあと1週間。逆に考えるんだ、まだ1週間ある。攻撃隊発艦。今サンマを取って、まあ、ソートフィッシュマーク3をね、まあ、受領したので13を使ってしまってますけど、まあ、それを差し引きして今61ですねありますから、まあ、これをネジに換算してあげると。どうよ。ね、カモン丸、見ててくれた。まあ、10ネジくらいにはね、なりそうなんで。
ここまで取れれば十分かな。殺意が高いからうまく切り抜けられればいいけど、そうなるよね。行くわ。第二次攻撃の用を認めます。やっぱノーダメージが無理だね。対空見張りも限定して。ここはやっぱり、よろしくね。主力オブ主力の遊軍もアタック直感のうちから。アガヌ型を軽巡と侮らないで。やるじゃない。お返しよ。うるさい敵だな。第二次攻撃の矢を認めます。見せてもらいましょう。そろそろ反撃よ。全艦載機発進機。うるさい敵だな。やってやんよ。見て攻撃隊いっけー。よし、どうよ。ねえカモン丸、見ててくれた。ごきげんよう。あ、今日は初めて綾波と申します。出たね、綾波。よろしく。あの黒ひょうがね、黒ひょうなの黒猫なのかよくわからないけど、多分黒猫なんですけど、どうよ。まあ中杯になるとね、マガジン持ち出してくるんで怖いですね。やりましたって言われたら本当にやられちゃうからね。戦いとか好きじゃないんだけど仕方ないね。さあ、また来てしまいましたが、敵を見つけた。艦隊早速。そうか、この行くわ。まあ前段作戦ではありますけど、最後のね、ラストの時は本当に強かったですね。まさに別人と言ってもいいくらい、まあ道中支援も出したし、決戦支援も出して、私の記憶だと勝利は取れなかったんじゃなかったかな。野球のね、先制ライン撃する駆逐艦も出てきてましたし、うん、まあ降壇作戦はね、まあいつも通りなどだろうと思うんで、油断せず、どうよ、ね、生きていきましょう。お、やりました。水揚げ成功。気のいいサンマだぜ。今日2回目のマイク、よし、マイクチェック、初めまして。 OK、 私霧島です。艦隊が起動しました。 MI 作戦の次は補給、ありがたいです。これでまた出撃可能です。よし、ちょっと外の様子が騒がしいと思ったら雨が降ってきてますね。日中もちょっと降ったり止んだりだったんですけど、いよいよ本格的に出てきましたね。サマオメありがとうございます。さて、出撃よ。あ、違う違う、私が一番遅いって。お、置いてかないでよ。編成外してたから、うん、戻
そうそうそう。第一戦隊機関長門戦艦陸奥抜秒出撃します。飛行艇母艦明智は抜秒するかも。じゃなかった、機関戦闘。カツオ節さん、結構な雨が降ってますね。やっぱりマイクに入っちゃってるんで仕方ないですね、今日はね。今の気温が8度ですから、もう少ししたら雪がね降ってくるような、まあ、そんな季節になっちゃいましたから、うん、明日は、まあ、天気次第にもよりますけど、まあ、車のねタイヤを変えてスタッドレスタイヤにしようかなと予定はしてるんですけどね。それでは、もう伊藤さんにもう一回行きます。行きます、行きます。で、今日はね、まあ、たくさんの方に見てもらえて本当に嬉しいです。ありがとうございます。もう、時間もね、だいぶ遅くなってきたので、この出撃で、まあ、離島正規倒せない場合は、そこで、まあ、終了というふうになりますので、よろしくお願いします。ね、はい、では行ってみましょう。軽巡夕張出撃。どうしてもね突破したいと思うと突破できないのがこの艦隊コレクションっていうねゲームの、うん、まあ、すごいところなのかな。さあいろいろ試してみてもいいかしら。まあ、そんな時はその日は諦めて見るのも一つのね、まあ、作戦といいますか、うん、さあいろいろ試してみてもいいかしら。まあ、戦いはね今日で終わるわけではないですから。より取り緑ね、撃てあとで感想まだ大将とか言うの？ほんと失礼かな。地方も魚雷もあるんだよ。魚雷って太いわよね。どう？この攻撃は行くわよ。仕方ない子たちね。地方も魚雷もあるんだよ。まだ大将とか言うの？第三砲塔を敵に使おう。逃がさないわ。撃て！よし、まずは最初のところ突破できたのでよしですね。あら、私？ふん、そんなこともあるわ。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら？よし、今ので完全に元気できましたね、うん、これができれば問題ないんですけども、新鋭艦に使う映像はよし、私がきっちりチェックするからね。うん、ではまた警戒陣の力を借りて、行ってみましょう。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かな。さあいろいろ試してみてもいいかしら。全主砲戦車てー、よりどり緑ね、撃てー。危ない、危ない。より聞かせてね。さあ、行くわ。まだ化粧とか言うの？ええー。ちょっと失礼かな。後で感想。
仕方ない子たちに今、基本は魚雷もあるんだよ。まだ厚化粧とか言うの？やりとりもっと失礼かな。全手法、戦車、てぇ、雷撃を一つ。この攻撃は秋津島、やられた。やられたかも。だから攻撃は得意じゃないって言ったのに。ちょっと、駆使艦がね、一隻残ってたんで嫌な予感はしたんですけど、やっぱりでもまだ中波、まだいける。連合艦隊機関を務めた栄光に比べればビビたるものだが、ここはもう黙っているしかないですけどもね。いろいろ試してみてもいいかしら。まだ厚化粧とか言うの？ほんと失礼かも。さあ、カットインは出たけど、雷撃は、よし、今度は攻撃がそれたようですね。陸奥の方に行ってくれたんで、ダメージは最小限です。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。ここまで来ると。さあ、ここまで来ましたよ。今度は戦わせていただきます。みんな頑張ってきてね。まずは先制攻撃はいい攻撃できましたね。でも伊藤正樹はまだ健在なんで。あと地上砲台を一つなければ。よし、これで戦闘力はもう取れましたね。やりました。うん、昼戦で、攻略完了ということでやりましたね。やっぱり基地航空隊が半分やっちゃいましたから、だいぶ展開的には有利に働きました。ニャシーをいただきましたね。ムツキ、うち裏風じゃ、よろしくね。ね、裏風よろしくね。作戦終了、艦隊が起動しました。やりました。天ぷらそばっておいしい。じゃあまた準備をして、万全の状態で戦いたいからな。やられたかも。私前線とか苦手だ。これで攻略できたので S 勝利おめです。やりましたね。幹部たちを褒めてやってください。ここに兵装まだ乗りそうよ。サンマ両用装備、あれはよし。もうね、準備はちゃんとしてあげるのが提督の務めですからね。私が頑張るところ、今年もやるわ。夕張、出撃します。よし、ということなので最後いきます。6-5ですね。ここを攻略。ただ、ここはまあ1回勝負でいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
出撃メンバーは、最初に戻って、戦艦不走、出撃いたします。不走型戦艦、山城、出撃します。第四水雷戦隊、お預かりします。軽巡、ユラ、出撃します。あとは駆逐艦、そうですね、今日はユグモ型から分が沖の再現といきましょう。長波と巻き雲の2人でいきます。頑張ります。飛翔型戦艦山城、出撃します。あ、ここ書いてなかったな。次は だいぶいじったんでね。どんどん乗せて、いい気持ちいい。ここはまた手法に戻して、あ、でもいいかな、このままで。ただここだけは変えよう。ちょっと野戦マスがあるんで、新装備は私がきっちりチェックするからね。どういいかな。小さいのに積みすぎ。まあ、制空は今回どうにもならないからな、こればっかりはな。あ、でも推薦積めばなんとかなるか。推薦を積めば近代化改装ですね。私には必要かも。ユグモは、あ、長波は若干対戦値がちょっとなので、これで、いや、どうするかな。ソナー積もうかな。いや、ソナー積ませよう。まだ先制対戦攻撃する数値にはまだ及んでないんですけど、まあ少しでも。そうそう、詰め詰め。ああ、こら提督、自分でできっから。アホか。アホかもらいました。はい。でもこれはやってもな、対戦増えないからな。見張り員入れれば対戦値が2上がりますので、98。またドラム缶か、おい。いいけど、魚雷だけは残しておいてよ。よし、これでいこう。あと、巻き雲にはD 型砲、今いいやつを乗せよう。私の新武装どうで、巻き雲強くなりたいです。新装備ね、お役立ちです。お役立ち。そして見張り員、私の新武装どうでしょう。とユラさんには対空、キツシマからの借りてる、貸し出してるね。推薦をまずは戻してもらって、そうそう、火力を強化してね。ね。ね。あと先制攻撃する、好評的。私のカタパルトって邪魔かな。して推薦を搭載。姉様より先でいいのでしょうか。これで、さあ来た、サンマ漁の季節。あとは基地航空隊を用意して、あたしサンマ漁用のいい装備がっつ
持ってきて。よーし。ここは大地を今回厚くしていくんで、銀河の柱体を一つ入れ替えて、でここに陸線を入れて、で第二柱体は陸光3、陸線1で OK、 で財産は防空でよし。スネーキね。はい。それでは、準備が整いましたので、空母機動部隊現役戦やっていきたいと思います。これが正真正銘今日最後の出撃となります。よろしくお願いします。軽巡夕張出撃。ちょっと待ってドキドキ。いやー、ここまで来れるとまあ、正直思っていなかったなんて言えないけど、ここまで来たからにはみんなに頑張ってもらうしかないね。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。主砲、よく狙って。てー、ミス、ルーガには負けたくないの。後で感想たっぷり聞かせてね。攻撃しても強いんじゃないぞ。ど真ん中命中させます。ユラ、もう負けないから。どう、この攻撃は。山城、でんでん大丈夫、放線よ。あ、ユラさんに、あ、ユラさんじゃないな、夕張に対戦装備詰めばよかったな。しまった。新鋭艦に使う兵装は私がきっちりチェックするからね。うん、でもその分後半に役に立つ装備を積んでるんでいいでしょう。うん、さあここからはね、さあ、いろいろ水上戦となるので、ちょっと道のりが長くなるけど、ミス、ヒューガには負けたくないの。どう、この攻撃は。姉さんが戦っているのかしら。山城、大丈夫、放線よ。攻撃戦も気を抜くんじゃないわ。処分雷撃より、どう、敵艦を撃つことが本気です。伊勢、ヒューガには負けたくないの。明日の土曜日ですね。明日の土曜日が、まあ、これは、まあ、C2 機関からの手法の火力だけは自慢なの。え？防御力と速力？そんなの。まあ、ツイッターですけども、これ大丈夫かな？話しても大丈夫かな？さあ、いろいろ試してみてもいいかしら？明日の11月14日。ですね。主砲、副砲、撃て！まあ、本日の未明になるのかな、まあ、第3次ソロモン大戦の第一野戦、まあ、戦艦比叡、駆逐艦暁、そして夕立が奮戦して、
まあ、鉄道海峡に沈んでしまった日になるということですので、うん、一日一日大事に今を頑張っていきましょうというふうにね。後で感想たっぷり聞かせてね。いいねされてますね。よく狙って。そうか、今のまだ期間限定ということでね、ニノさん、まあ、お料理を回ってると、まあ、新州丸がねドロップしたりすることもあるようなんですけど、火力だけは自慢なの。え、防御力と速力、うん、やっぱりそんなの、まあ、めったにちょっと会えない子なんでいいですね。かつお節さん、秋部講談の話かと思った、わらそうですね、ちょっと講談の話ではなかったんですけど、ちらっとそういったのがね目に入ったので話してみました。で、何気なくサンマもゲットしていくスタイルですね。あとどこかな、カモイもね、あのドロップするようなんですけど、今はどこのマスでドロップするのかな、ちょっとわからないな。あ、警戒陣を選ぼうと思ってたらまた単純陣を選んでしまった。長波すまぬ。手を切らせて骨を立つなよ。でもみんな強い子だから大丈夫だ。ユラ、もう負けないから。姉様も戦っているのかしら。でね、私もフォローしてるフォロワーさんの中に、あの絵を描くね方多数いらっしゃるんですけど、今日は秋月の空さんという方ね、本当にあの絵上手な方でね、今日は明石さんをね、あのカンムスの方のね明石さんのね絵をツイッターで上げていますね。うん、かわいい。ということでボスマスまで来れましたので、これにて決着となれるようみんなをね、カムサシのみんなを皆さん応援してあげてください。みんな頑張ってきてね。てん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 。カツオ節さん、アカシさん、可愛かったですね。可愛いですよね。後で感想たっぷり聞かせてね。簡単と大月を探して、さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。面倒と夢の子まで夢は死んでる。服を着らせて骨を立つなよ。たっぷり処分ないべきより予算を打つことが本当です。さあ、いろいろ試してみてもいいかしら。山城、大丈夫？放線よ。てん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 。主砲、よく狙って。いいぞ。攻撃戦も気を抜くんじゃないぞ。どう？この攻撃はよく狙って。処分雷撃よりどう？下を打つことが本当です。あ、不動姉様。あ。各艦は私を借りに前進して。敵を敵に消してください。姉様。姉様をかばってしまわれた山塩さん。負けないから。さあ、野戦行きましょう。夜はまた別の顔なんだから。
そたっぷり聞かせてね。やったー、やったぞー、みんなよくやったぞー。使う兵装は私がきっちりチェックするからね。え、足が遅いって？しょうがないじゃない、装備が重いんだもん。俺の名は天竜。ふふふ、怖いかだな。でね、よかったよかった、作戦終了、艦隊が帰投しました。いや、激戦でしたが、なんとかね攻略することができました。カツオ節さん、お疲れ様、ありがとうございます。ちょうど空襲はね、なんか倒しちゃうと来なくなったりするみたいなんですけど、よくわからないですけどね。まあ無事に倒せましたのでよかったです。それではね、こちらの拡張6水線最前線へ、達成しましたので、今はバケツが欲しいんだよな。でもやっぱり勲章かな、はい、勲章もらおう、はい。弾薬鋼材防器サイトを1000、そして勲章と、戦果プラス390いただきます、はい、ついでにこっちも、はい、もらいます。はい、ということでね、今日はちょっといつもよりも長く配信していましたけども、無事にね任務の方を攻略できました。本当に応援いただいてありがとうございます。改めてね、カムサチお疲れ様、今日はちょっと頑張らせてしまってね。この後またね、砲弾作戦頑張っておりますので、それまでね、しっかり準備をして、挑んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。タモン丸の、カンコレタモン丸です。本当にね、今日もご視聴いただいてありがとうございます。まあ、次回ですね、また配信する日程なんですけども、まあ、いつもは来週の水曜日ですから17日ですね、この日に配信しようとは思うんですけど、空母Qさん、皆さんお疲れ様でした。ちょっとネタの方がね思いつかないので、もしかしたらあまり長い時間はちょっと配信できないんじゃないかなというふうに思いますけど、一応予定してますので、次回もよろしくお願いいたします。あ、おめごめん、ありがとうございます。そして皆さん、本日もお疲れ様でした。タモン丸のカンコレタモン丸です。そして、ね、そしたらまた次回ね、またお会いいたしましょう。カツオ節さん、配信お疲れ様でした。それでは、皆さん、これで失礼いたします。じゃあね。